長野市3人死亡火災、長男は2階の両親に大声で、火事だ、無我夢中であまり記憶ない。長野市風間で18日、住宅1棟が全焼し、隣家にも延焼する火災があり、火元となった中村仁さん、69方の木造2階住宅延べ約345平方メートルの焼け跡から3人の遺体が見つかった。長野中央署は、連絡の取れない中村さんと母幸子さん、94、妻百合子さん、60と見て遺体の身元確認を進めるとともに、出火原因を調べている。同署と消防の発表によると、18日午前3時25分ごろ、中村さんの家が燃えていると、近隣住民が119番した。火は約3時間20分後に消し止められたが、隣家に棟も窓などが焼けた。中村さん方は、10歳代の息子2人を含めた5人暮らし。長男は出火直後に避難し、次男も無事が確認された。取材に応じた長男によると、1階が煙臭かったため火災に気づき、2階で寝ている両親に、火事だと大声で知らせて避難したという。長男は、無我夢中で飛び出したので、あまり記憶がない。弟は生きていたのでよかったが、と声を震わせた。現場は JR 長野駅から東に約3キロの住宅や畑が点在する地域。